ためにするものよ。生き残るために戦うのが戦争。あなたはもう死んでるわ。マンハッタン計画って何ですか？何が悲しくて浅見んちになる男と結婚しなきゃならないの？冗談じゃないわ。片耳に差をくれてやる一発屋と一緒にしないで。愛してるんだ。だったら死ぬ。はい、結婚してくれ。男はみんなそう言わずにはいられないはず。え、誰だ。どうして結婚しようなんて言ったのよ。どうして迎えに来るなんて言ったの。今度は本当でしょ。死ぬわよ。さくらの代わりに爆弾抱きやがって、何が何一つ捨ててませんだ、このメス野郎。旦那。お、我が愛しのジュリエット。ママ、安物はごめんだぜ、明日知るんだから。任せるって、バランが夢中に呼ばれないのか。歌も真似して楽しいのか、お前は。年齢を考えろ。気持ちが通じたのよ、同じ日本人として。来るた艦長、謎の反転か。それなのに、それなのに、あんたら特攻隊の連中は無神経なんだよ。77機には日系二世が大勢乗ってたんだ。万に一つも助かってくれればと翼を狙い、海に落ちても溺れないようにボートまで用意して40ミリ機関銃を撃ってたんだ。特攻さんがね。え、特攻さんが私を抱きながら呼ぶんだ。自分の惚れた女の名前、奥さんの名前、何度も何度も呼ぶんだ。私羨ましかった、愛されてるんだなって。そこいらじゅう穴だらけにされて、金髪女にコンプレックス持ちながら、悔し紛れにお母さんって叫びながら砕けてくんだ。フリーダムって何ですか旦那。何者にも束縛されないってことだろ。何者の中には低層観念も込みなんですか。何、誰も私たちのためになんか戦ってくれない。なくしちゃいけないものもあるんじゃないでしょうか。なくしたものを取り返してはくれない。守らなきゃいけないものがあるんじゃないですか。手で取り返さなきゃ手に入らないんだ。そうでしょ。人を殺して手に入るものって何ですか。死んで何が守れんだ。もう一回呼んで、私の名前。俺たちまだ自己紹介もしてねえじゃねえか。え、教えてくれよ、お前の本当の名前。つことないだろ。これからビーチになる男が言うセリフ。それが死に行く者を見送るって態度か。誰も死んでくるなんて頼んでないわ。死んでも愛するって言え。誰も言え。いや、言え。誰も言うもんか。まだ一緒に来い。